南風吹けば咲く花のチュラサよ、島の雅の人とよ思い染めてよ、人とよ人とよ。はい、最後数よ中宇賀なべら三線伝道師前ちんこと前田明やいびいえい。さあ、今日の三線ライブクラブですね、メッセージは、前回ですね、この太鼓、三線の、メンテのについてですね、この革の面とメンテ、竿のですねメンテはビップデプラス、このクリームをですね、塗った方がいい、決して動物性の、オイルを塗っちゃいけないという、ことを、申し上げました、するとなぜですかという、コメントをいただきましたのでお答えしたいと思います、それはですね、動物性のオイルを塗るとですね、この匂いはですね、動物性の、例えばゴキブリ、まあ、沖縄にはですね、小さなこのアメリカの、ゴキブリがいるんですね、そういったゴキブリがですね、これ食べちゃうんですね、それとかまた小さいダニとかですね、いろんな、動物性を好む、虫が、結構日本には多いので適さないということをだったんですよね、これはまあ補足としてですね、動画に残しておきたいと思います、ですから、決して、動物性のオイルをですね、塗ってやることはお勧めしないということでした。まあダメということではございませんので、これお好みですので、それはご自身の、判断でお決めください。はい、それとですね、世界に、今 IT 時代ですので、この動画をですねどん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 発信して、この沖縄の三線の魅力、音色をですね、伝える、使命を負っております、三線伝道師でございますので、皆さんからの、温かい応援の、いただきたいなと思います、チャンネル登録がですねまだお済みでない方は、YouTube のこの下の方にですね、チャンネル設定というところが赤く、ボタンがある方はまだチャンネルを登録していない方のようでございますので、そこのところプチッとしてですねしていただいて、チャンネル登録をしていただけると、一緒に、普及して、いけるように、なると思います。ぜひともよろしくお願いします。あっしまたやっさい。